ドライ感じ、ドライ感じ、はい、ということで、はい、今日はゆうさん、はい、ゆうさんがヘルメットを買い、買いました。僕も買い、はい、これね、収録ドライ感じするには、はい、どうしてもインカムいります。間違いないね、はい、バイク乗りながら声取れないんで、はいはいはい、せっかくだからね、はい、その走ってるだけじゃなくて、はい、走りながらのこの感想みたいなね、会話をね、ね、しておきたいから。で、まあこれもやっぱね、はい、改造していくのはバイクだけじゃないと。なるほど。ヘルメットも改造していくぞ。間違いないです。ということで届きました。インカム、じゃじゃん。じゃじゃん。こちら。はい。こちらあの B コムのですね、はい、最新の SB6X はい、はい、っていうものです。はい、でこれペアユニットっていうのがあって、もう俺も全然分かってない、はい、なんかこれはまあ B コムとかセナとかいろいろなんかあるらしいんですけど、はい、まあいろいろ見ると B コムがいいんじゃないかなっていうのでたどり着いたものです、はいはい、これをだからお互いのヘルメットにつけていきます、はい、いいっすね、はい、初カスタムっすね、本当こういう動画撮りたかったんですね。まあまだバイクないんだけど、そうそう、でもユージもあのこれもそうだよね。そうそう、これもさ、チェーンガードとか、これはそうだからチェーンがあって、うん、それのカバーを、あー、はいはい、俺が自分で買ったバイクの、うん、そのなんだろう、画像を見たら、うん、もうなかったので、俺の中古でさ、古いやつだから、そっかそっか、撮れてたから、うん、でこれ買って、うん、あとこれね、それどこ、これはね、あのサイドカバーって言って、うん、シートあるじゃん、はいはいはい、はい、でここタンクあるじゃん、あ、タンクの隙間の、そうそうそう、ここにつけるやつがこれもなくて、はいはいはい、これをずっと探してて、おお、でオークションかな、うん、でおって見つけて、あ、出てきたんだ、そこに入札して、もう完全にこれあるじゃないですか、六角レンチ買っとかないとダメじゃないですか、 いるやつ、いろいろ、でももうこれコンパウンドつけて磨いて、ビカビカに、いいじゃないですか、もうカスタム楽しいんですけど、まだ物がないけど先は知ってるかもあるけど、で、いいじゃないですか、いやいや、いいっすよ、ということでこれをね、つけていきましょうということで、これ以前はジェットヘル、はい、ジェットヘル、これはフルフェイス、これにつけていきます、はい、で、ジェットヘル用にこの、まあ、B コムでこれを横につけるんですけど、こういう、これを何、どこに、そう、ここにね、ここにつけるんですよ、あ、なるほどなるほど、こうやってつけとく、はいはいはい、これは、はいはいはい、はい、で、ユージさんは、はいはい、これフルフェイスだと、この中にこの、ちょっと待ってくださいね、つけるとこれの中、うんうん、この中にマイクを忍ばせるんですよ、おお、なるほど、でもジェットヘルだとこの顎がないんで、はいはい、これです、これ見たことあるでしょ、こういうのジェットヘルにこうつけるってことですね、うん、あ、こう、ここにつけて、でこのマイクがこうくると、なるほど、顎めちゃくちゃいいじゃん、はい、いいじゃんっていうのを、こうです、はいはい、ここに説明書がありました、いいっす、ありがとうございます、説明書見ながらね、これ見ながらやっていきましょう、一緒にやっていきましょう、はい、でヘルメットだけで、僕だからこれもうこれが1個多分3万ぐらいするんで、これ9万超え、9万いくらですよこれすげえもんかむって、だって実際俺これさ、うん、1万ちょっとだから、おお、まあでもそれでも要は4万いってるってことでしょまあね、まあでも頭守るもんね、いや、そう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 、バイクの死亡事故で一番多いのは頭って言いますもんね、いや、まあ頭っちゃね、うん、怖いからね、本当に友達とかさ、うん、あのスタッフとかにもそうだけどさ、うん、会う人会う人みんなにバイク乗ろうなっつっていやでもさ、やっぱ同年代のやつってさ、うん、割とみんな興味持つね、で意外と中面持ってるね、みんな持ってるし、ちょっとびっくりした、なんだろう、そのきっかけがなかったみたいな、うーん、確かに、いや、ユージ乗るならとかさ、うん、こうなんかね、あるじゃん、一緒に走る人がいるとさ、うん、そうだね、ちょっと乗ろうかなっていうやつがなんかだんだんこう増えてきた、あ、増えてきてね、いいこと、本当にこう乗るやつがどんだけいるかわかんないけど、でもさ、うん、やっぱ俺らぐらいの年になると一回多分さ、うん、みんな高校とかさ、うん、16、18の時に中面取るじゃん、取るじゃん、うん、で、みんなで走るじゃん、うん、で、やっぱそっからさ、社会人になったら多分半分ぐらいに多分なっちゃうじゃん、
いや、そうだと思う。で、結婚、出産とかさ、いろんなことでさ、また減って、うん、で、ある程度この年になると、いろんなものがきっと落ち着いて、みんな。そうそうそう。で、自分の趣味できるとかね。そうそう、お金の使い方というかさ、うん、そういうのも自由になってきたやつが、いいなんつって。そう、なるよね。なるんだよね。で、ここが、あ、でもそれが抜けそうよ。あ、もう来てる。抜けた。しっかりしてるわ。で、ここが外れるんですよ、多分。はいはいはい。この中の耳のところが、耳の外れる。なるほど。多分ここにスポンと入るんだろうね。え、じゃあこれ覚えとかなきゃいけないな、これ。いや、そうだよ。これ左側、これが。もう粒子つけれるの、これ。俺もう一回バラしてるわ。バラしたんだ。一回バラしてる。え、すげえ。あ、でも、あ、ちょうどやっぱこの辺だ。入る？うん。これだ。はい、両方取るの。スピーカーは何？両耳。あ、そうなんだ。そう、両耳で。なるほどね。だから、これにと、スマホペアリングして音楽聴きながらバイクを乗れる。あ、なるほど。危ないけどね。でもね、あのインナーじゃないからね、はい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 、外の音は特にジェットだったら多分もう嫌でも聞こえてくるんじゃないかな、まあ、で、はい、でもヘルメット買った動画とかもそうだけどさ、うん、なんか俺はめちゃくちゃ編集しなきゃいけないって思ってたけど、あ、意外とああいうのも楽しいなって。いや、なんか良かったよ、ね、すごい、なんだろう、いいんだなあれでって本当改めて思って、うん、ね、うん、本当に別にだって俺はあの時さ、うん、カメラあるからさ、うん、頑張ってとかなかった。何もなかった。でもなんかあれでいいなって思ったけど。あ、これ意外と俺は調整いらないわ。あ、ほんと。ほら、もうここにガポってちゃんとはまるから。あ、ほんとだ。じゃあもう。そう、ユージもこれ見た方がいいかもね。どっちみちこれをさ、うん、やって。あ、そうだ。こっちに貼らないといけないんだね。どっちみち貼らないと。そうだね。だバイクツーリングのさ、うん、なんか動画とか見ててさ、うん、みんなでさ、こうワイワイ言いながらさ、走ってるのさ、うん、めっちゃ楽しそうだね。めちゃくちゃ楽しそう。めちゃくちゃ楽しそう。ロマンを感じるよね。感じるよね。そうか、これだから俺全部外さなきゃいけないかもしれない。なんか多分さ、ユージのさ、ここって、あ、ユージはここの中を通していくんだ。全部。配線が多分ぐちゃぐちゃになっちゃうから。なるほどね。そう、あ、全部ベロンっていけるわ。だよね、だってなんかバイタルもできる俺さ、ね、そう、古くなったらすごいな、ヘルメット。いや、ほんとに考えられてるね。ね、すごいわ、これは。運転したらさ、どうなるか分かんないもんね。めちゃくちゃしんどいよね。こんなん2時間かぶることないじゃん。ね、俺なんかちょっと閉所恐怖症の系あるからさ。まあ本当にもうフルフェス怖いんでね。ああ、なるほどね。でも分かんない、俺もその、うん、いろいろ走ってみて、うん、あ、やっぱフルフェスの方がいいなって思ったら、なんかフルフェスも買おうかなと思ってるけど。でもその辺はね、走ってみないと分かんないよね。分かんないよね、うん。おう、ちょっと照英隠れちゃうけど、かっこいい。ほんとだ、あ、照英。照英が隠れる。仕方ない。この辺かな。これあれだよね、性格出ちゃうやつだよね。何が。こういうの、きっちりしたい、きっちりしたい人としたくない人いるじゃん。確かに。こういうの、いや、俺はもう絶対きっちりしてる。ユージは絶対きっちりじゃん。もうきっちりしてる。今投げ出しそうなんでしょ。もういいや。ただ、後で絶対これ後悔するやつだ。いや、そうなんだよ。こういうのちゃんとやってもそう。やらないの。いい。俺を振り、自分を振り立たせて。早送りするから。きっと。それは間違いない。あ、でもいった。これはね、こうなっちゃう。ああ、いいじゃん。しっかり行きました。行きました。マイクも。うん、ある。ついてる。ついてる。これ本体は完成した？取り付けを完了してね。オッケー。あれ、じゃあ、これお話できるんじゃないですか？もうできるの？じゃあやってみようか。はい。
を通話してみよう、みんなで近くに住まり電源オン。あ、これアプリがあるんですよね。あ、これが電源じゃない、それ電源、うん、わかんない、同時を3秒押し、これ何充電できてる、充電はちゃんとしてきました。さすがっすね。押すんだ、押したままだ、うん、来た。めちゃくちゃ喋ってるよ、なんかね。喋ってる。まあ。で、1B に同乗し。ここだ。何秒 ?3秒。はい。はい。お、グループトークみたいなってるね。で、誰か。ビー誰か一人、B1B に同乗し。これが押そうか。3。これじゃない。おう、え、今聞こえる？めっちゃ聞こえる、めっちゃ聞こえる。え、俺の声が今耳元から。はい、そう、ちょっと俺、じゃあ、うわ、すげえ、そのえ、うん、これボリュームでかいな。でかい。俺一回じゃあちょっとリビングの方でこれじゃ触りづらいでる。いいな、すごこれ。じゃあ俺はここで一人待ってよ。はいはい、ちゃんと聞こえてますよ。お、めちゃくちゃ聞こえるこれ。いや、結構いけるはずだよ。はい。まあでも障害物が多いからね、意外と届かないかもしれないけど。確かに今どこ？うん、え、すごっ、全然聞こえてるわ。うん、ノイズもないね。はいはい、聞こえてますよ。はーい、すごい、全然聞こえるじゃん。うん、これ上がるね。さあ、帰って何してんなあ。いえ、俺、何、何メーターまでいけんの？なんかね、まだいくつだったっけな、200ぐらいはいけると思うんだけど、うん、まあでもそういうのって大体ね、まあね、多く書いてあるじゃん。まあでも、このぐらいあれば十分じゃないですか。十分っすよ、はい、とりあえず家の中じゃ十分だね。十分すぎます、はい、はい、ということで、できましたね。できました。最初の解答。はい、無事に。はい、これは B コム、ビーコム、ビーコム、無事に装着完了ということで、はい、6X、こちら、こちらですね。はい、はい、これもまたちょっと納車したら、まだバイクがないんでね俺らはね、かなりこれね、だいぶバイク乗ってツーリング慣れてきた頃やるやつだから、ね、うん、これでやりましょうはい、納車したらね、またこれ使いながらやっていこうっていう話をしてたんで、はい、やっていきましょう、はい、いきましょう、ということで、今日はこれで終わりますか。じゃあね、じゃあね、バイバイ。